さて、特別な直線の式というのを勉強しましょう。この ax プラス by イコール c という二元一次方程式が直線のグラフになることをご紹介しましたが、ここで定数 a が0である場合もあり得ますので、そのような場合を考えてみましょう。さっきありました、x に0を代入するというテクニックとは全く違う内容ですので、ご注意ください。では、続けます。a が0で、b は3で、c は15であったとします。この場合、式は 3y イコール15という式になりますが、これも直線の式であると言えるのです。では、どのような直線でしょうか。両辺を3で割ると、y イコール5という式になります。これは、y 座標が常に5である直線という意味になります。つまり、このように真横の直線になります。ふーん、面白いですね。でしょ、でしょ。面白いですよね。私も、初めて見たときは、変な感じがしました。では、早速、例をご紹介しましょう。例えば、y イコールマイナス2という直線は、どのようになるのでしょう。これは、y 座標が、常に、マイナス2の直線、という意味ですから、このような直線になります。では、今度は、x イコール3という直線をご紹介しましょう。もう、だいたい、想像がつきますね。これは、x 座標が常に3であるような直線という意味ですから、このように、まっすぐ立っている直線になります。